はい、本日ご紹介のだらちゃ豆は白山だらちゃ豆になります。今回ご紹介の白山だらちゃ豆というのはあくまでも鶴岡市で認定されている品種約10種類の中の一つの品種になります。鶴岡市白山地区のものを示すものではありません。こういったところが少し分かりにくいかなとも思います。もちろん鶴岡市白山地区でも白山だらちゃ豆は栽培されております。こちら二つ鞘と三つ鞘なんですけども、もうやっぱり先日 の和製白山とほぼ同じで、食味もほとんど変わらないような感じですね。まあいわゆる鶴岡でいう本豆と呼ばれる品種のタイプになります。まあ特徴と申しましたら、やはり少しこの和製白山と白山っていうのは若干なんですけども、こう少しこうカーブを描いたようなこう湾曲になる形状の特徴がありますね。やっぱりくびれ感も8月上旬にご紹介してました和製甘露、甘露よりもですね、またさらにやっぱりこうくびれ感が深くなるような形状をしているのがこの品種の特徴になります。今日の白山だらちゃ豆は白山産のものですので、特に通常の白山以外の産地のものより若干こう一回りぐらい大きい感じがします。こちらの品種の旬の時期なんですけども、まずだいたいお盆ぐらいから8月もう下旬くらいまでになります。本日も8月29なんですけども、もうこの品種は、まあ、農家さんから先ほど言われまして明日で終わりということになりました。次の品種は晩成甘露だらちゃ豆になります。